はい、水口です。今日の取説も自宅オフィスからライブをやってるようなこの雰囲気ですね。今日事務所で撮影することができず、まあちょっといろんなこう効果を与えたいということもあって、この場所で今日は撮っています。今日の取説は新しいアルタミラ、名付けて AI アルタミラ375という、またねスペシャルウェアができたので、その凄さをちょっと知ってほしいなということで、取説でちょっと取り上げたいと思います。この AI アルタミラ375、まあ、通称、まあ、7度5分 37.5 という、素材を使ったアルタミラなんですね。でこのアルタミラは今年の真冬2月から、真夏を通し、春、真夏を通して、で、現在、秋、こう今、冷えてきてますよね。で、まで、テストしてきて、まあ、非常にこう、良好で、着心地が良く、快適に過ごせるっていうことで、どうしてもこう、発売したくて、やっと、入荷までこぎつけた製品ですね。まあ、こぎつけたっていう理由は、まあ、この生地自体が、まあ、ちょっとコストがちょっと高い。でも、コスト高いんだけど、結局コストパフォーマンス高いんじゃないかなと。パフォーマンス自体がね。機能を見たらすごくいいので、ぜひ、その凄さを知って着てもらいたいなと。で、まず着心地自体は、まあ今流行りのコットンライクな感じで、まあ化繊感がない感じですね。もうまるでコットンの服を着てるようなこう風合いだし、こう肌触りなんですね。で、僕今下にシャツ着てますけど、裸の上に着てもね、ちょうどいいぐらいのウェアですね、今の。今気温が東京八王子の気温がね、17、8度でしたけど、それでも全然寒くないよ。感じなんですけど、簡単に言ってしまうと温度調節と湿度調節をするウェアなんですよ。で、以前にもそういうアルタミラを発売しましたけれども、さらにその機能がアップして、この風合いがね、こう着心地が良くなったっていうことで、最新技術を、使ったアルタミラ、AI アルタミラ名付けて、 AI 搭載って言ったらあれですけど、まるでもう AI が動いてるかのごとく調整してくれるアルタミラと思ってくださっていいと思います。で、まあ、この後また動画とか見てもらいますけど、その前にね、ウェアのね写真をちょっと見てもらいながら簡単に僕が説明していきたいと思います。ちょっとね、うちで撮った写真があるのでそれを見てください。まあ、これが今もう僕も今着てますけど、写真とこの動画だとだいぶ様子違いますけど、こう照明の関係ですね。で、このアルタミラのカラーがリオイエローという名前のウェアで、後ろはね、こんな感じですね。うん。ちょっとグレーっぽい感じのプリントがされています。で、この 37.5、正式に言うと、37.5 テクノロジー、 37.5 テクノロジーという名前のアメリカで特許を取られた機能素材なんですね。で、 37.5、37.5 活性微粒子を生地に埋め込んでいると。要はこれは火山の砂なんですけれども、この埋め込まれたこの粒子が水蒸気を引きつける乾燥剤のような役割を持ってるんですね。で、その、さらに人体から出る赤外線も吸収して、活性粒子のエネルギーになると。こう聞くとわからないですけどね。要は、このテクノロジーのコアである活性粒子が、水分ですね。まあ人間で言うと、雨の蒸気が見つからないと、体は冷えていると、その粒子が
判断して温めようとするそうです。さらに熱い状態、汗を出している状態になると、まあ、水分が活性粒子に反応して涼しくさせようとするという、すごいその粒子がこの生地の中に入っていると。ね、こう生地をちょっと見せながらと思うけど、喋ってるとこの写真を切り替えられなくなっちゃいますよね。うん、だから、汗が出てない状態だと温めようとする。で、汗が出ている状態だと、冷やそうとする。冷やそうとするというのは、まあ、乾燥剤みたいな役目もあるんで、素早く水分を取って放出しようとする。そういう役目があるんですね。で、なぜ 37.5 っていう名前がついてるかというと、37.5度5分。37.5度という温度に保ち、さらに湿度は 37.5% にしようとするから 37.5 テクノロジーと命名されたそうです。で、まあ、どこがその 37.5 度になったり、湿度が 37.5% になるかというと、この肌と、衣服のこの接しているところですね、そこを 37.5 度、湿度 37.5% にしようとするということですね。さらにその粒子はいくら洗濯しても外に流れを出ないそうです。もう繊維の中に編み込まれているので、何かその粒子を、液体にして染み込ましたとかそういうことではなくて、粒子自体を編み込んでいるという、その繊維の織りの技術もすごいですね。その粒子自体を編み込んでいるから外に出ることがないという、そういう素材みたいですね。はい、これがリオイエローですね。で、袖がこんな感じ、アドベンチャースブレイクリップ、まあ最新の袖のデザインですね。これが右袖かな、うん、右袖 で左袖がこうなっていると、うん、で、もう一色がドーバーブルーですね。ドーバーブルー、このカラーですね。うん、まあ、先日これ奈良湖フィッシングセンターに撮影しました。青もいいでしょ、いい色なんですよね。で、今回のアルタミラは、腰の方、まあ背面の方ですね、臀部、お尻のあたりがちょっと長くなっているので、こうかがんだ時にね、こう背中が出ない、あとはこうパンツの中にね、こうシャツを入れる時にも便利な、そういうデザインになってますね。うん、いい色だね。うん、はい、じゃあちょっとここでね、動画を見てほしいなと思うんですけど、まあ、こうなってますね。だから、あの、糸の中にもう入っちゃってるんですね、これ、粒子が。火山の砂がね。37.5 微粒子。活性粒子だと。活性微粒子が入っていると。で、これを説明している動画があるので、これが流れるかどうかですね、ちょっと試してみたいと思います。早速見てください。3分ぐらいあります。どうぞ。It's hard to know, and all these things just come and go.I've been close, and here I stand, nothing to show.
get lost looking for who I am. I miss signs you've been trying to send. We're tongue tied with eyes closed. Three more days until I'm on my own. You'll be on your way home and won't come back until the cold wind blows. It's hard to say, but always seem to find a way. Memories I just can't change. I get lost looking for my soul, buying back all the pieces I sold. Tired with eyes closed. Three more days until I'm on my own. You'll be on your way home. I won't come back until the cold wind blows. Well, you were tongue tied with eyes closed. Two more nights until I sleep alone. You'll be on your way home. 12 long months that I'll be on the phone. Tongue-tied with eyes closed. Your tongue-tied with eyes closed. Your tongue-tied with eyes closed. Three more days until I'm on my own. You'll be on your way home. Won't come back until the cold wind blows. はい、という感じですね。本当にね、こんな記事あるのみたいな。まあ前のアルタミラ、超音するアルタミラも本当に真冬に来ても1枚だけね、素肌の上に来ても寒くなかったんだけど、さらにこの AI アルタミラは上を行っているので、本当まあ真冬の時にね、1枚だけで過ごせるとは言えませんけど、ほんの少しの間だったら大丈夫なんで、まあ例えばこのアルタミラ着て、まあ東京の場合ですけどね、さらにまあダウンベストとか着るぐらいでも十分きっと過ごせると思いますね。そういう意味で、まあこれは本当に一年中着れるアルタミラとして、秋、真冬、この春になってから夏に暑くなってもね、着ていくアルタミラとして、まあこれからちょっとね、しばらくやりたいなと思うんだけど、問題は価格面だけですね。まあでもそういう意味でさっきコストパフォーマンスが優れているって言ったのは、一年中着れて、使用頻度が高まれば一回あたりのコストっていうのも下がってくるっていう意味でのコストパフォーマンスが高いということですね。この37.5 テクノロジーです。37.5 テクノロジーは、素肌と、このウェアに、隣接する、そのエリアに、まあ、この内面ですよね。ウェアの内面を温度 37.5 度、湿度 37.5% に保つウェアですと。それを、まあ、その素材を使ったアルタミラを AI アルタミラと命名させてもらいました。はい。ぜひね、今日発売されたのでも何か買ってくださってますけれども、ぜひ、このアルタミラ、実感してもらえて、驚いてもらえたらいいなと思っております。はい。今日の取説は AI アルタミラのリオイエロー。この色と、もう一枚は、
ブルーですね。こちら、ドーバーブルー、この2色が出てますんで、よかったら試してみてください。ありがとうございます。それではまた。